ベスト・ファーレン福音主義協会は、ドイツ福音主義協会に加盟する20の福音主義宗教会の一つである。他の宗教会と同様に、ベスト・ファーレン福音主義協会も、広報上の社団である。宗教会事務局を、ノルトライン・ベスト・ファーレン州のビーレフェルトに置いている。ベスト・ファーレン福音教会には、約231万の教会員がおり、28の、 教会地区と501の教会共同体によって運営されている。501の教会共同体には約800の地域教会と奨励配堂が属しており、約1300人の牧師と9万人の信徒協力者たちによって礼拝が行われている。ベスト・ファーレン福音主義教会はルター派と改革派教会による合同教会であり、福音主義合同教会に加盟している。 神学アカデミーと呼ばれる宗教会研修所がウナグン・シュベルテにあり、宗教会が設立した教会音楽専門大学がヘリホルトにある。かつてのプロイセン王国ベスト・ファーレン州だった地域がベスト・ファーレン福音主義協会の管轄地域である。第二次世界大戦後、ノルトライン・ベスト・ファーレン州が設立され、アルンスベルク行政管区、デトモルト行政管区、 ミュンスター行政管区がこの州協会の管轄地域になっている。プロイセン王国ベストファーレン州両方協会時代の管轄地域とは一部異なっている。ニーダーザク選州の自治体であるディープホルツ軍、シュテムスホルントオスナブディック軍、バートエッセンのビュッシャーハイデ地区は今日はベストファーレン福音主義協会の管轄地域になっている。 ノルトライン・ベスト・ファーレン州のホーホザ・ワーラント軍、ハレンベルクの住民は、ヘッセン・ナッサウ福音主義協会、ブロムス・キルヒエン協会共同体に属している。ラインラントプ・ファルツ州のアルテン・キルヒエン軍、ムダース・バッハとブラヒバッハは、ベスト・ファーレン福音主義協会の管轄地域に属している。リッペ軍は、ベスト・ファーレンの飛び地力でのような一部を除いて、リッペ広国に属していたため、 ベスト・ファーレン福音主義教会ではなく、立派宗教会の管轄地になっている。ベスト・ファーレン福音主義教会の管轄地は1800年以前において、有力療法に組み込まれなかったため、複雑な変遷を経ており、宗教改革がかなり早くに導入された地域を含んでいた。歴史的には新生ローマ帝国ベスト・ファーレン・クライスに、属し、聖会諸公ケルン大使教領。 ベスト・ファーレン広告、ミュンスター大主教領、パーダーボルン主教領、民伝主教領、マルク伯領、ラーベンスベルク伯領と、ナッサウジーメン博領に分かれていた。正解諸公領、民伝主教領の大半の住民は、宗教改革の影響を受けずローマカトリック教会の信仰を守り続けたが、ベスト・ファーレンの大半の地域は、宗教改革を受容し、ルター派が大きな力を持った。 しかし、ジーゲンとその周辺のジーガーランと、ビトゲンシュタイン伯領、テックレンブルク伯領は、宗教改革導入時に、改革派協会の影響を強く受けた。宗教改革導入に際して、この地域にある諸都市が大きな役割を担った。例えば、ミンデン、ヘルフォルト、ゾーストとドルトムントのような都市である。マルカ伯領、ラーベンソベルクとミンデンは17世紀。 テックレンブルクは18世紀にブランデンブルクプロイセンに並行され、その周辺地域も1803年の帝国代表者会議主要決議以降、もしくはフランス支配が終わった1815年のウィーン会議終了以降プロイセン王国に並行され、ミュンスターを検討とするプロイセン王国ベストファーレン県に組み込まれた。この時代においてベストファーレン県の教会組織が形成された。 州務局がミュンスターに置かれた。プロイセンにおける福音主義協会の教会統治者は、ベスト・ファーレン県においても、ホーエンツ・オレルン家出身のプロイセン王であった。1817年の宗教改革記念祭に、際して、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世はルター派と改革派協会を合同したプロイセン福音主義協会の結成を命じた。この合同協会成立によって、 プロイセンの福音主義信徒は生産を共にすることになった。このプロイセン王の命令はルター派と改革派協会、共同体において幅広く支持された結果、合同に関する協定が結ばれ、礼拝だけでなく、教会法的にも一緒になった。ナッサウトバーデンでの教会合同時とは違い、プロイセンにおける教会合同に際して強い批判が起きたため、 ルター派と改革派協会の信仰告白を一つにした、強権を制定することができなかった。ルター派と改革派協会共同体は、自派固有の信仰告白をそのまま保持しながら、プロイセン王国内において、合同福音主義協会であるプロイセン福音主義協会が成立した。協会名称は何度も変更されるが、1922年に、 なってコプロイセン合同福音主義協会という名称に落ち着くことになった。1921年以前の段階でプロイセン州の福音主義協会はブランデンブルク、東プロイセン、ポンメルン、ポゼン、ザクセン、シュレージエン、西プロイセン、ベストファーレンというキルヘンプロビンツごとに分けられていた。キルヘンプロビンツごとに役員会が置かれ協会運営を担っていた。 ベスト・ファーレンの場合、ミュンスターに州務局が置かれ運営された。1819年にリップスタッドでベスト・ファーレン・キルヘンプロビンツ協会総会が開催され、プレゼスと呼ばれる総会議長が選出された。しかしながら、実際の協会運営はミュンスターにいる州務局が担った。当初のベスト・ファーレン・キルヘンプロビンツ議長職は県職であったが、その後、 常勤職になった1835年3月、ベスト・ファーレン・キルヘンプロビンツ協会は、ラインラント協会と共に、協権を採択した。1855年に、協権に信仰告白条項が導入され、ルター派、改革派協会、合同協会の信仰告白が並存する形で、明記されたため、合同協会であっても、個々の協会共同体は、 従来の信仰告白を保持することになった。キルヘンプロビンツ協会修務局と議長がミューンスターに上記する形で協会運営が行われていた。当時、牧師のトップとして霊的指導をする総畜長と新都代表としての総会議長職が置かれた。1850年にプロイセン福音主義協会の最高修務局がベルリンに置かれた。 プロイセン王国は1864年にシュレスビヒ及びホルシュタイン公国1866年にはヘッセン、ナスアウトハノーファーを併合したが、これらの両方にあった福音主義協会は独立を維持し、プロイセンの合同協会組織には組み込まれなかった。第一次世界大戦後、ドイツ帝国が終焉すると同時に、両主による協会支配も終わった。 その結果、プロイセンの両方協会は、協会統治の変更を強いられた。コプロイセン両方協会は1922年に新教権を制定し、コプロイセン合同福音主義協会、エカプもしくは APU と解消した。さらにキルヘンプロビンツの組織は民主化された。1922年以降、9つのそれぞれの、 キルヘンプロビンツは常議員会のもとで運営されるようになった。常議員は畜総会で投票によって選出された。協会修務局はキルヘンプロビンツの運営機関になり、好位聖職者である総畜長と実務家たちによって構成された。総畜長は役員会議長と協会総会議長を兼ねる大きな権限が与えられていた。 教会運営変更のための教権改正が1923年11月6日に可決され、1924年12月1日に施行された。ナチスドイツの統治時期において、ベスト・ファーレンの福音主義教会は、数少ない無傷の教会とみなされていた。教会内の親ナチス勢力のドイツ的キリスト者は、この地域では影響力を長く持たなかったからである。 1933年から1936年の3年間だけ、ドイツ的キリスト社で、ナチ党員、ブルーノ・アドラーが、ベスト・ファー・レーン教会監督として統治した。第二次世界大戦後の1947年に、行われたプロイセン州の解消後も、コプロイセン合同福音主義教会に属する6州、教会は、それぞれの独立を保った。それらはすべて、 ドイツ福音主義教会に加盟した。1945年6月13日に教会名称をベストファーレン福音主義教会に変更し、1953年12月1日に新教権を採択し、翌1954年4月1日に施行した。キルヘンプロビンツ時代に3人いた最高責任者は、戦後の再出発後はプレゼス1人にまとめられた。戦後、 最初のプレゼスに就任したのはクラウス・コフホであった。彼は1927年から1934年まで総会議長を務めており、ドイツ的キリスト者による議長会職後は1934年から1945年までこの地の告白協会の指導者であった。事務部門もミュンスターからビーレフェルトに移転し、州協会事務局という名称になった。 宗教会本部事務局はビーレフェルトに新庁舎を建設し、1956年4月26日に剣道式が行われた。1945年8月31日、ヘッセン州トライザでコプロイセン合同主義福音協会に属していた宗教会が集まり、加盟協会間の結びつきを緩める協定を結んだ。1951年に、 新たな強権を制定したが、1953年に、東ドイツ政府から圧力を受けて、その、コプロイセンという名称を抹消した上で、福音合同協会という名称で、ドイツ福音主義協会に加わることになった。2003年に、福音合同協会は、他の合同協会宗教会と共に、新たな宗教会連合組織である、福音主義合同協会を結成した。 その協会事務局は当初ベルリンに置かれたが、2008年にはドイツ福音主義協会事務局に統合された。第二次世界大戦中、牧師たちもドイツ国防軍に招集され、従軍牧師として戦地に向かった。1945年以降、彼らは再び地域に住む牧師職に戻った。ドイツ福音主義協会の他の宗教会と同じように、 ベスト・ファーレン福音主義協会においても、当初、女性は、夫人と子供向けの選挙活動に限定された、牧師補にしかなれなかった。1964年、女性が牧師に認職されることが可能になったが、女性牧師は独身であることが義務付けられていた。女性牧師が男性牧師と同等の地位を得たのは1974年であった。 ベスト・ファーレン福音主義協会の最高指導者は、宗教会総会で選出されるプレゼスである。プレゼスの任期は8年で65歳までである。通常、この年齢に達するとプレゼス職を退職する。プレゼスは、牧師として任職しており、この宗教会の霊的、法的な指導者であり、宗教会総会議長も兼ねる。1948年以前は、 宗教会運営において3人の最高指導者がいた。霊的指導者として、総畜長、法務管理部門最高指導者としての宗務局長、宗教会総会議長としてのプレゼスの3人であった。プロイセンにおける、福音主義協会の霊的指導者としての総畜長は、プロイセン全土では12人いたこともあった。総畜長と呼ばれる霊的指導職は、宗教改革後すぐに導入された。 その後、この職名が使われなくなったが、1828年になって再導入された。しかしながら、ベスト・ファーレンにおいて、霊的指導者としての創畜長が導入されたのは、宗教改革、建築託後の1835年だった。プロイセン王による教会統治が終わった1918年以降、ベスト・ファーレンでは創畜長、修務局長、 総会議長の3人の最高指導者による教会運営が行われていた。ノルトラインベスト・ファーレン州設立後の1947年に3人の最高指導者による教会運営を一人のプレゼスによる形態に移行した上でベスト・ファーレン福音教会は再出発した。プレゼスは以前の宗教会総会議長職と同じ故障である。しかし、 その職務内容は全く異なり、宗教会総会議長であると同時に、宗教会事務部門、宗教会全体の霊的指導に関しての最高責任者であり、牧師としても認職されている。1934年までプレゼスは、教会総会議長の職名であった。戦後になると、プレゼスは、宗教会総会議長だけではなく、宗教会の霊的指導と、 事務部門の最高責任者も兼ねることになった。2012年にこの職に初めて女性牧師が選ばれた。宗教会総会は地区総会で選出された総会議員で構成されている。総会議員の任期は4年である。宗教会総会は議会と同様に教会の立法機関としての機能を有している。総会の議長がプレゼスであり、 1948年以来、宗教界の霊的指導者、ビーレフェルトに置かれている事務局の最高責任者でもある。ベスト・ファーレン福音主義協会は、合同協会であり、ルター派、改革派、合同派の協会共同体によって構成されている。教権全文第2項において、この宗教界の信仰告白が規定されている。 ベスト・ファーレン福音教会に属するすべての教会共同体は、キリスト教会の基本信条である、使徒信条、ニカヤ信条、アタナシオス信条を共通の信仰告白としている。この宗教会内ルター派教会共同体において、アウクスブルク信仰告白、アウクスブルク信仰告白の弁償、シュマル・カルデン条項、マルティン・ルターの小距離問答、大距離問答が、 信仰告白として認められている。改革派協会共同体において、ハイデルベルク信仰問答が信仰告白として認められている。合同派協会共同体において、聖書と基本信条、宗教改革によって導入された諸信仰告白が信仰告白として認められている。宗教界内のべての教会共同体は、バルメン宣言を福音宣教において、 信仰告白として一致してみなすことを教権全文にに明記している。宗教会事務局プレゼスは8年の任期で、宗教会を指導監督していく最高責任者であり、宗教会総会議長でもある。プレゼスと宗教会常議委員会は、ビーレフェルト市内にある教会事務局に常駐している。宗教会常議委員会は17人のメンバーで構成されている。 そのうちの7人が上勤であり、残りの11人の常議員は非常勤であり、普段は教会外の職についている。プレゼスは、宗教会事務局の最高責任者でもある。プレゼスの代理人として、進学担当のアルベルト・ヘンツ副局長とホームと、財務担当のアルネク・プケ副局長が選ばれており、その職務を担っている。宗教会事務局は、 プレゼスのもとで6部局に分かれ、260人のスタッフが働いている。州教会事務局と呼ばれている部局は、教会運営における日常業務を担っている。二人の副局長と部局長たちがプレゼスのもとで、事務局指導部に属しているベストファーレン福音主義協会は次のような組織になっている。規定組織として、教会共同体が地域社会の中にある。 教会共同体は広報上の社団として存在し、長老会がその指導を担っている。長老会には男女の神徒長老と牧師が属している。複数の教会共同体がまとまり、教会教区を形成している。教会地区は宗教会三層構造の中間にあり、ドイツの地方行政区としては軍に相当する。教会地区の最高責任者は地区長である。 教会地区も同様に広報上の社団であり、意思決定機関として地区総会を持つ。地区総会を構成するのは、教会共同体から選出された長老たちと地区総会議長団である。教会地区が集まって宗教会を形成する。宗教会は行政組織としての宗に相当する。教会地区と宗教会の間に行政管区に相当する教区、管区等を置く。 宗教会もあるが、ベスト・ファーレン福音教会は、そのような組織を置いていない。28教会地区には501の教会共同体が含まれている。その数はこの宗教会設立時から減少し続けている。宗教会設立の翌年、一時的に教会共同体数が620以上になった。ベスト・ファーレンの都市群に人口流入があった結果、 教会共同体数が増えたのである。この人口流入は、旧ドイツ東部領土におけるドイツ人追放による結果であり、選挙活動によるものではなかった。最近、教会共同体の統合が行われているため、教会共同体数は減少し続けている。ドルトムントに宗教会会館があり、ベストファーレン福音主義協会関係の諸会議が開催され、 宗教会関連団体の事務局が置かれている。ベスト・ファーレン福音主義教会礼拝式文。生産式は、鳥なしの祈り後に、以下の式文を用いて行われる。ベスト・ファーレンの福音主義教会では、数世紀の間、以下の三部歌集を使用してきた。イヴァンジェリッシュ・キルヘイン・ドイッチュランド。 カーショミトグリダーザランスタンド31.122015イークドヤヌハー2017ハットジェミンブリフデアイヴァンジェリスチリホーミトンカーチェンジェメインドニーダーショルデン S23 ビルヘルムハインリヒニューサーイヴァンジェリッシュカーチャンジェシクトウェストフリンズイムグランドリスビールフェルト 2002S56 フォルティシモビルヘルムハインリヒニューサー イヴァンジェリッシュカーチャンジェシクとウエストフリンズイムグランドオリス。ビールフェルト2000に S66 フォルティシモビールヘルムハインディヒニューサー。イヴァンジェリッシュカーチャンジェシクとウエストフリンズイムグランドオリス。ビールフェルト2000に S60 フォルティシモビールヘルムハインディヒニューサー。イヴァンジェリッシュカーチャンジェシクとウエストフリンズイムグランドオリス。ビールフェルト2000に S93 フォルティシモナハデムエルステンベルケリング仮面台。 カーチェンプロビントソンニットイバンジェリッシュキルヘイン、パルニッシュオバースレシン、ランディチナダルバーバンドデアフラインスタットダンチヒ、ランディチナダルバーバンドマメルジバイアットヒンズ、ダイバイドイッチュランドバーブルベナンウェストリカンタイラデア、カーチェンプロビントソンポセンウントウェストプルーソン、ビルデイトン AB1921 代、カーチェンプリビンズポセンウェストプルーソン、ヘイデマリエ WNSCH、 八十やーレウエストファリシャーティーロージョナンコンビント、デアンビディングトイリーツアバーネツン。インドイッチャスファーブラッド2014、https スラッシュスラッシュ www ド。 ケイアイアールシーエヌアダッシュダブリュイエスティーエフエヌエヌドットですらしドキュメント、すらしゴナナサンニエ https://www.kirchenrechht.westfalen.pdf://5732.pdf://www.evangel.isch.in.wes t f l e n d e slash wir dash ueber dash uns s l a s lan d e s k i r c h e slash k i r c h e n l e i t u n g e dot h t m l h www dot e v a n g e l i s c h i n w e s t f l e n dot dearn cap クビアトノヤジュラスティシャービザプレイジデントデアランデスカーシュハット www.evangelisch-in-wes T F A L E N ドットで、ダスランですか、チャンネメットハット、H T T P、コロン、スラッシュ、スラッシュ、S C H I L D E S H E ドット、E T V W ドット。スラッシュ、F I L E D M I N スラッシュ、M E D I A P O L。スラッシュ、G E M E I N D E N スラッシュ、K G スタイル、ドキュメント、ダウンロード、コティン、ストロング、P D F。ありがとうございます。